宮崎大駅は神奈川県川崎市宮前区宮崎2丁目にある東急電鉄田園都市線の駅である。駅番号は DT12。駅前高架下に電車とバスの博物館が所在しているため、電車とバスの博物館という副名称が付けられている。ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅。坂の途中にあるため、梶ヶ谷方の橋は、高架、宮前平方の橋は、 掘り割りとなっている。上下線各ホームと改札外との間にはエレベーターとエスカレーターが設置されている。2007年春、改札外にトイレが新設された。多機能トイレも設置されている。一方、駅舎外に従来から設置されていた川崎市管理の公衆トイレは同年5月20日に閉鎖された。 2020年度の1日平均乗降人員は37,290人であり、田園都市線の各駅停車のみ止まる駅としては最も多い。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は下表の通り、最寄りバス停留所は駅前にある宮崎台駅となる。以下の路線バスが乗り入れ、東急バスにより運行されている。 1960年に免許された際の歌唱駅名は宮崎であった。これは当時の地名を取ったものであるが、1965年9月の常務会で宮崎台に正式決定した。なお、宮崎の由来は西隣の宮前大来駅と同じく1889年に当地に成立した羊群宮,宮前村であり、宮前と書いて宮崎と読ませた。 大技紛ぬ技具の前に村役場を置いたことによる命名である。ありがとうございます。